さあ放送席には特別解説として那須川天心選手をお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてゲストには、福井セリナさんを迎えてお送りをしてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてこのオープンフィンガーマッチ、まさにライズがこう勝負をしているというそういう試合になります。天心さん、どういったところにこれ注目をされますか。わ、そうですね、もう本当こう判定とかもないので、もう本当お互い立ってるかどっちかが倒れるか、そういう試合になると思いますね。天心選手はかつて総合参戦してますんで、オープンフィンガーで戦っている経験もあるわけですけれども、はいはい、ちょっとそのグローブを様子ご覧いただいて、どんなこう印象を持っているかっていうところをまず見た感想をお願いしたいんですが。そうです、ガードができなくなるんで本当に、今までとのスタイルが変わるですね全然。で、今ちょっと手のひら側がオープンになっている今回グローブの形状なんですけれども、はい、これでなんかバンテージ巻いてるのかと思ったら巻いてない感じですね。そうですね、いやでもバンテージは巻いてます。ちょっと巻いてます、はい、バンテージの上からグローブをつけてるって感じ、あ、そうですか、はい、この辺どれぐらいこうやってるのかっていうところちょっと見たいですよね。そうですね、はい、だから打ち方とかも力むと思いますし、本当顎をくり抜く打ち抜くというよりかはもう本当外傷が激しくなる試合だと思いますね、さあお互いにこう、あ、右フック、いきなり山行った。さあここからフックの打ち合いになる。さあ明らかにこれはもうパンチで倒しに行っています。両者まず山が火つけました。ボディダウン、ボディで奪いました。顎ですね多分、顎ですか、うん、振り際の刹那で当てた感じですか、はい、めちゃめちゃ効いてるってわけではないので、お互いもジャブとかつけなくなりますよね、はい、怖い。左、ここも山口に当てる、ワンツーから、しかし左フック、もう思いっきり振ってますね、右フック、さあ山口打った。さあ今度は山チャンス、近い時怖いですね、近い時もらうんで結構、頭振りながら打った方がいいですよ、山、逆にこれ山口今の距離、そうですね、さあ詰めていきます、左フック、山口、右フック、さあこれどっちが倒れるか、山口殴ってく殴ってく、お互い効いてますね。でもヤーマン選手近く行くとちょっともらっちゃうんで、頭振りながら打った方がいい、はい、ヤーマン選手はこの近い距離は慣れてるんです、はい、うん、おー左、しかし相打ちだ、頭振った方がいい、ガード見てないんで、頭振らないと、ヤーマン選手頭振らないと、オープンフィンガーはこのガードから割ってきます。振りが大きい、うん、さあなおも山口が行きますが、山も迎撃するか、で山選手ガードが意味なくなってる、残り30、さあ右のストレート、やっぱ意味ないって分かっててもやっちゃうんですよね、ガードしちゃいますね、も出ちゃいますし、頭振らないといけないですね、はい、固まっちゃってるんで頭しっかり振らした方がいいですね。もうこれはまさにオープンフィンガーのための戦い方した方がいいと思いますね、はい、左フック、さあさらに右、おしかし山も打ち返す、かなりお互いにフルスイングを繰り返しています。出力は山口選手の方が今強いので、山口選手はそこまで今恐怖はないと思いますね、はい、ただもらうと本当一発危ないのでそこだけですね、またボディ打ちました、しかも上下しっかりと打ち合わせているので、第3ラウンド終了、息ができない、いや福井さんすごかったですね、いや怖いですよ、こんなにこう見たいでも見たくないみたいな試合なかなかないですよね、はい、いやちょっと体力をどれだけ使ったのかっていうのも天心さん気になりますけどね。そうですね、でもお互い削ってると思うんですけど、ヤーマン選手の方がちょっと疲れてるかなっていうふうに思いますね、うん、山口選手打ち合いの中でもちゃんとボディとか打っていたので、いつも通りの動きができてるのかなとは思いますね、はい、ちょうど左のフックですね、フックですね、はい、山田選手が攻めたときに合わされたのかなっていう、はい、感じですね、はい、しかも多分顎じゃなくてテンプルでやられたので、はい、うん、結構効いてると思います、距離的にはもう山口選手の距離で、ここまでは戦ってるね、戦ってますね、はい、山田選手はもっとこう真っ直ぐな攻撃、遠い距離から真っ直ぐな攻撃をどん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 打っていった方がいいかなと。あとはその頭を振るというところ、もうこれは本当に大事なんですね。第2ラウンド開始前にドクターチェックを行います、はい、第2ラウンド開始前にドクターチェックを行います、少々お待ちください。ちょっと左の耳のあたりでしょうかね、耳の裏ですね、やっぱりいつも当たらないところなんで、はい、
結構赤コーナー山口選手の切りやすくなったかなと思っております。いわゆるちょっと点で当たるっていうイメージですよね。そうですね、はい、うん、まあ、通常のボクシンググローブであればなかなかそこは傷はつきづらい。傷はなかなかつかないですね、うん、ラウンド2そんな問題はなさそうですね、はい。